ドライブレコーダーの音声です。聞こえていますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。車の大戦閣下シノピーです。今回は久々に購入しましたドライブレコーダーです。どういう基準で購入したかと言いますと、 Amazon のドライブレコーダー本体の売れ筋ランキング1位のものを購入しました。で、この売れ筋ランキングをまあこうパーッと見た時に、やっぱり人気なのは前後のカメラですね。で、今回この1位だったものこれなんですが、メーカーは HIHICCUP、 これなんて読むんですかね。ヒヒック、わかりません。初めて聞いたメーカーです。これが売れ筋ランキングで1位になっています。で、まあ、商品名をこう見た時にだいたいね、型式みたいのがあるんですが、これはねないですね。なくて、商品名のところに令和3年革新モデル、ドライブレコーダー、ドラレコ、駐車管理、動態検知、リバース連動とか、まあ、そういう関連するなんかキーワードみたいなのがバーってこう羅列されてるんですよ。で、まあ、この時点でこれメイドインチャイナかなと思ったんですよね。で、まあ、届いてみたらメイドインチャイナでした。で、まあ、メイドインチャイナが悪いとかいいとかそういう話はなくて、まあ、結局いいものなのかどうなのかっていうところだけで、これもまあ前後前と後ろ2つカメラがあって、参考価格は 13,800円で 54% オフで 6,280円。僕は6280円で買いました。めちゃめちゃ安いですと。まあ、商品ページもねすごい分かりやすく作られていて、日本語表記も変な感じじゃないです。で、まあ、このレビューをね見た感じ、まあ、売れ筋ランキング1位になってる理由っていうのはやっぱり価格なのかなと。いい評価つけてる人は安いのにとてもいいですっていう評価がね結構多いです。まあ、売れ筋ランキング上位5商品は2万円近いですね。6280円っていうのは安い方、まあ、安ければいいのかっていうところもあるので、そこら辺も含めてちょっと実際に使って昼間なり夜なりいろいろ撮影していきたいなと思います。で、特徴がいろいろあるんですよ。まず高画質録画、フル HD の300万画素で170度の広角レンズ、暗視機能、トンネルに入った時も自動で補正してくれると。あとこれね結構重要かもしれない、全国の LED 信号機に対応しているみたいです。僕もちょっとわからないんだけど、関東と関西だと周波数かな、何かが違うんですよね。なんかその場所によってはこの点滅してるように見えちゃうんですよ。で、そういうのもないと。あとは G センサーとか、まあこれは衝撃録画とかだね。24時間駐車管理機能とか、この辺はまあ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 だいたいついてるよね、今のドライブレコーダーは。あと上書き録画とかね。だから特別ものすごい機能がついてるっていう感じではないんだけども、ドライブレコーダーに必要なものはついてるかな。とカスタマー Q&A っていうのがあるんですが、そこにリアカメラは防水仕様ですかって書かれてるんですよ。それに対しての答えが、ナンバープレートに取り付ける説明書があるから大丈夫だと思ってます、私はナンバープレート付近につけているのですが今のところ支障ありませんと。後方のカメラ、僕が今までドライブレコーダー使ってきたやつはだいたいカメラは室内なんですよ。でナンバープレートの付近につけるっていうことはバックカメラみたいな感じで、まあ、外側につけるっていうことなんだよね。でそこがめんどくさいかなと。後ろにカメラつける時点でちょっと大変なんですよ。それがカメラが内から外になったっていうのはもうすごくハードル上がるんですよね。だからまあ取り付けもちょっと大変なのかな、どうなのかなといったところです。あと前と後ろのこの録画ファイルは別々で保存されるみたいです。一回中見てみますか、どんな感じか。はい、こちらですね、フル HD ドライブレコーダー。まあ箱はすごくシンプル、保証期間延長、公式 LINE に送信して製品保証期間が18ヶ月間に延長いただけます。あ、そう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 、これねもともと12ヶ月の保証がついてるんですよ。でそれが公式 LINE を登録すると18ヶ月に伸びると。でこれが4インチのディスプレイがついてるんですよね。あ、なんかデジカメみたいな感じで、レンズはこんだけ出っ張りますね。これがねどう影響するのか気になるところです。で、あとは付属品、マイクロ SD32GB が入ってます。これはありがたいね。
けど、5個の SD カードなのかも分かんないような SD カードです。クラスがいくつなのかも分かりません。でこれが電源ですね。シガーソケット、あ、これが後ろのカメラか。カメラ LED がついてますね。あ、もうほんとバックカメラじゃん。これ室内用じゃないな、さすがに。説明書、あ、日本語ですね。リアのカメラは取り付け箇所ナンバープレート中央に取り付け、もしくはリアガラスへ取り付け。これがね、鉄なんです。これリアガラス、いや違うよね、多分外だと思います。まあこの辺も見ながら実際に取り付けていきたいなと思います。あれ、これ3インチって書いてあるぞ。液晶4インチの大型液晶って書いてあるね。わからん。で保存フォーム、動画は MOV ですね。で写真は JPEG ですね。 YouTube で取り付け方法みたいなの見れるみたいです。で動作できるのはマイナス5度から70度。はい、そしたら取り付けの方を行っていきたいなと思います。はい、そしたら外にやってきました。これが全部ですね。簡単な取り付けの流れは、まずこの吸盤みたいなやつですね、ガラス面にくっつけるためのこの吸盤みたいのがここにくっつきます。ネジですね、こんな感じかな。で、あとはこことかはまあ自由自在に動かせるので、まあ、後でいいでしょう。で、電源、シガーソケットはこれですね、ここに差し込む。で、リアの配線もここに差し込む。で、この配線の先とカメラですね、これをつなぐ。で、シガーソケットをつなげば電源が取れるので完成みたいな。で、まあドライブレコーダーはすごく単純です。慣れていればパパパといける。特に後方のカメラがなければ後ろまで電源を引く必要もない。シガーソケット電源取るだけで終わりなので、前だけだったらめちゃめちゃ簡単、後ろもってなると難易度がバンと上がります。 DIY の場合ね、この辺のまあ取り付けはまあバババーっとやっちゃって、気になるところは画質ですね。昼と夜どんな感じの写りなのかっていうところが気になるので、そこら辺をメインで撮影していけたらいいかなと思います。はい、事件発生です。線の方は前後ろ引いたんですよ。で仮合わせしようとしたんですよね。そしたらこの吸盤、これがドライブレコーダーまでの距離が結構あるんですよ。なので結構下になっちゃう。でこれ道路交通法でガラス上部 20% 以内に収めないといけないんですよね。これ結構ね 20% 超えちゃってるんじゃないのかなっていう場所なんですよ。これはねもう結構視界も妨げてしまう。ディスプレイなんかいらないんだよな。撮れてるかどうかが分かれば正直いいんですよ。ディスプレイがあることでディスプレイを操作しやすい場所に設置したくなっちゃうんだよね。だからこのアダプターなしでこの真裏ぐらいにこう設置できれば僕的には理想なんですよ。外れてても上らへんがいいなと思うんですが、もしかしたらこの車につけられないかもしれない。もっとガラスが縦に大きい車だったらいいんだけど、なかなかないよねそういった車も。一応運転席から見た感じで言うと、運転席が一番上につけてもこの辺の位置なんですよ。これはねほぼ真ん中に近いですよね、高さの話で言うと。これはもう大変だな。で助手席の方、高さのところはまあ変わんないんだけどね。この裏がいいんだけど、これもなんかちょっと出るの嫌じゃないですか。でもまあそもそも 20% 超えちゃってるっぽいので、まあそうなるとこの吸盤をまあ何か変えてにすれば収まるんですよ。こっちでもまあ問題ないかなっていうくらいで、ここはね対策をしないとダメそうです。はい、そしたらもう仕方なく改造することにしました。仕方なくね、ここが長いのでこの部分をまあ短くすると。でネットを見てたらドラレコ取り付け金具だったりブラケットって調べるとまあいろいろ出てくるんですよ。この部分ね、もうちょっと短くて両面テープで取り付けられるやつとかもありましたけど、まあいまいちサイズとかが分からなかったので、いろいろちょっとネジを使って簡易的に改造していこうと思います。最終的には両面テープでガラス面につける形になると思います。この両面テープがいいやつ買っちゃったので高かったんですが、これなければ500円もしないぐらいで揃います。でここのネジサイズが M4 だったんですよね。合いますね。
スペーサー。これなくてもこのナットで共締めすればなんとかなるかな。で、T 字の金具を買ってきました。こういうやつですね。これを、あ、入んない。まずい。止まっても入んない。やってしまった。これを取り付けてナットで締めて、角度はこれを曲げて調節しようとしたんですよ。バカじゃん。マジ。穴を広げます。やってもうた。はい、そしたらちょっと穴を開けてきました。穴を開けてきたつか広げただけなんですが、これで入りますね。なのでこれを取り付ける。ナットで締めると。あとでしっかり締めるにしろ。これでまあ出来上がりなんですよ。こんな感じで、これをぐにゃっと曲げる。これがガラスで、これをぐにゃっと曲げると見た感じですね。ちょっと曲げてきます。はい、そしたら一応この曲げが終わりました。こんな感じですね。で、フロントガラスがこう斜めになっているので、ここに斜めにくっついても正面を向くみたいな。で、この角度は一応先ほど車に行って合わせてきたので問題ないと思います。で、両面テープをくっつけておきました。もともとこの上にこれがつくような感じだったので、だいぶ短くなりました。そしたらこちらを車に取り付けていきます。はい、そしたら車にやってきました。こちらがドライブレコーダーですね。で、付属品の取り付け具を使うとこの辺まで来る感じ、まあ、ミラーより全然下に来ちゃうので、この部分を改造しました。で、まあ半分ぐらいになったので、まあ、一番上につければこの辺まで来ますね。これだったらまあ問題ないということで取り付けていきます。まず配線をつけて、だいたいの位置を見ますか。電源入るのかな。あ、入った。 SD カードのフォーマットを押してください。ちょっとフィルム貼ってあるので、このレンズのフィルムを剥がしちゃいます。このね、今回改造したじゃないですか。デメリットとしては簡単に取り外せない、ネジ直結で、まあこの取り付け箇所とほぼ直結みたいなものなので簡単に取り外せないっていうのが面倒なんですが、まあ、この辺で結構右の方も見えてる。だいぶ広角ですね。ここら辺にしますか。脱脂して両面テープ剥がします。配線はちょっと後で。この辺にしとくかな。こんな感じ。超強力 3M 両面テープを使っているので多分大丈夫だと思います。で、ミラー干渉しないギリ OK。 そしたら前はこれで終わり。あとは後ろですね。はい、そしたらリアのカメラも取り付けました。僕は外側に取り付けました。で、これなんか LED みたいのが4箇所ついてるんですよ。けどね、つかないの。あとでもう一回試してみようと思うんですが、で LED4 つついてるじゃないですか。この右上めちゃめちゃクリアです。で、左上これなんかレンズみたいなとこ割れてます。下側は曇ってると。はぁ、あ、ってちょっと思ったけど最初からこうなってました。そしたらドラレコ起動させてディアの映像を見てみようと思います。はい、そしたらまずこれがバックカメラを接続しない場合の映像ですね。前面前の画面になっています。で、ちょっとしくじったのがワイパー当たらないところにつけちゃったので、ちょっと雨の日水滴がちょっと邪魔だなっていうのがあります。この辺はちょっと取り付ける位置をもう少し工夫した方が良かったなと思いました。そしたら後ろのカメラを接続します。じゃん。どうです？映ってますね。右上に後ろの映像が映るようになります。で、今は後ろのカメラとの映像の線をつなげただけです。赤い線があったんですが、赤い線つなげない状態でギアをリバースに入れます。そうすると前面後ろの映像に切り替わります。なのでバックカメラとしても後方を確認できるようになるといった感じですね。で、画面も結構でかいです。手のひらの半分以上の大きさはあるのでだいぶ見やすい。で、こういうなんかストップとかこう線もつきますね。で、この線の位置が、まあ、取り付け位置、まあ、車によって全然変わってくるので逆に見づらい状態になっています。たら、まあ、いろいろいじっていきますか。まずこの赤い点滅が今録画していますよっていうマークですね。作ったな。やっぱその脱着できないようになっちゃったのでいじるのが大変。ボタンは横だからいっか。エンジン起動後アップボタンを押すことで切り替えができる。あ、見づら。もう一回アップ。
フロントのみ、リアのみ、リアっているのかな、フロントのみにしてギア変えると切り替わるんだよね。あ、じゃあこれでいいや。で、あ、ここにマイクのマークがありますね。まあ、赤いバッテンみたいのがついたり消えたりします。これは音声録音のボタンですね。録画停止中にメニューボタンを押すと、でメニューでこの補正とかいろいろできるんだ。解像度とか 1296p と 1080p と 720p がありますね。ここで OK。 前後同時録画オンで、ループ録画は常時録画で記録される1ファイルごとの録画時間です。だから1分とかだとファイルがバーッと多くなっていく。5分とかだとファイルが5分の1だけど、その分、まあ、何かあった時に録画されてないっていうケースが出てくるのかな。1分の方がいいのかな。続いてダイナミックレンジ、露出レベルの異なる複数枚の写真を1枚に合成することで、暗い場所の撮影であっても効果的な撮影ができる機能です。以上で、露出補正は、まあ、明るさを自動的に調節してくれるってことでしょ。あ、これレベルがあるんだ。まあ、これ初期設定で大丈夫だと思います。で、動体検知はカメラが撮影する範囲で動きを検知する機能。録音します。 G センサーは衝撃のやつですよね。駐車管理機能オンにしとこうみたいな感じで、いろいろ設定が変えられると。9月2日16時50分秒数は分かんないね。で、LED 補助ライトってなんかあったよね。前についてるやつかな。あ、これで後ろの LED つくのかな。オンにしよう。あ、ついてる。前はついてますね。後ろ見てこれ。ついてないな。ちょっと必要なのかよくわかりませんが、LED はついています。前面ね。夜ね、エンジンかけてない時にってこと？そういうことかな。で、これ結構重要なんじゃないかな。高周波数ってやつ、 50Hz と 60Hz って選べて、東日本は 50Hz、 東日本って言っても岐阜から、まあ、右北海道まで、でも大体岐阜から沖縄方面は 60Hz みたいです。とあとスクリーンセーバーもありますね。30秒にします。30秒経ったら消えるはず。ああ、消えましたね。この画面がついているっていうのが目障りっていう人はスクリーンセーバーを設定するのもありだと思います。で、この状態でギアをリバースに入れたら反応するのかどうか確認してみます。あ、しますね。で、また戻す。これだったらいいですね。なんかスクリーンセーバーで消えたのにリバース入れた時も消えっぱなしとかだったら、まあ意味がないので、 OK、 問題ないんじゃないですかね。そしたらちょっと衝撃センサー反応するか試していきます。ちょっと高いにしておこう。で、グッバイして、まあ、ドアを閉めたぐらいで鳴るんかい。つきますね。ドアを閉めたぐらいでもついちゃうのか。ちょっともう一回やってみます。あ、中でもドアを閉めたぐらいでつくな。 G センサーね、ほんと設定間違えるとね、誤作動ではないけど意味のない録画が増えてしまうので注意してください。Gセンサー感度低くしました。あ、ダメだね、つくね。っていうことは G センサーオンにしておくと車の乗り降りのドアの開け閉めでもつくっていうことが分かりました。はい、オフにしました。でもつかないんだよね。あ、つかないけど LED つきっぱなしだ。 LED、 あ、これ自動にしときゃいいんだ。 OK。まあ、ちょっとなんかいろいろ手こずりましたが、実際に走行映像を撮影してナンバーがどれだけ読み取れるのかっていうのを前と後ろ両方見ていきたいなと思います。はい、そしたらこちらがドライブレコーダーの映像になります。で、まず最初にドライブレコーダーに搭載されているマイクの確認です。ドライブレコーダーの音声です。こんな感じです。で、続いてナンバーが実際に読み取ることができるかどうか確認していきます。で、前を走っているのがちょいちょい動画で登場するシエラです。どうでしょうか。まあ、信号待ちをしているぐらいの、まあ、車間距離だったら問題なくナンバーを読み取ることができます。で、まあ、少し離れたらどうなるのか、
隣の車線を走ってもらいました。で車種等は確認できますが、これぐらいの距離になるとナンバーを全て読み取るっていうのは難しそうですけど、まあ印象としてはかなりクリアです。クリアなんですが、動画をねちょっと確認してみたら不可解なことがありました。こちら前方のカメラなんですが、解像度はドライブレコーダーの方で 1296p、1080p、720p を選択することができるのですが、初期設定で 1296p に設定してありました。どれを選択しても 720p。 どういうこと？商品ページにはフル HD と記載されていたんですよ。今日まあ実際は 720p で、動画ファイルの大きさも変わらなかったので、フル HD ではなく HD ではないのかと僕は思うんですが、どういったことなんでしょう。続いてリアカメラの方を見ていきます。もうね画質が悪いのがわかると思います。でリアカメラも商品ページには高解像度のカメラが採用されていますよという記載がありました。しかしリアカメラは 480p、 さらに画質が悪いと。で映像も反転しています。でこれまあ信号待ちぐらいの車間距離なんですが、まあ、これぐらいだったらなんとかナンバーを読み取ることができそうですけど、まあひらがなの部分までは読み取れないかな。でまあ少し車間距離が空くとナンバーを読み取るのは正直難しいです。車種がわかるかなどうかなっていったぐらいの画質になります。続いて夜間の映像です。こちら前方カメラなんですが、光に弱いのかナンバーを読み取ることができません。白飛びしまってます。で信号待ちでもナンバーを読み取ることができません。一応ね素質補正とかいじってみたんですが、若干暗くなるぐらいで、結局そのナンバーはもう全部真っ白な状態で、まあナンバーを読み取ることはできませんでした。やっぱりそのナンバー灯のね明かりがちょっと邪魔して読み取ることができないって感じなのかな。だからまあ補正もちょっと弱いなっていう感じはしました。で最後に夜間のリアカメラです。でこれまあ信号待ちぐらいの車間距離なんですが、これぐらいだったらまあナンバーまあ読み取れるかなといった感じですけども、ちょっと離れるともうライトで白飛びしちゃって、ナンバーっていうかもう車種すらまあ特定するのが困難なぐらいちょっと画質悪いなと感じました。なんかまあ夜のねリアカメラはほぼほぼ意味がないような感じかな。はい、そしたら解像度 1296p ですね。で残り1時間38分35秒撮れます。録画します。でループ設定1分なので一応1分以上は撮影します。こっちだった。 1296p です今。はい、1分以上経ったので1回録画を止めます。解像度を1296から 1080p に変えます。残り2時間24分、1時間まではいかないですが撮れる残量が増えました。そしたら録画します。はい、これが 1080p です。はい、1分以上経ちました。止めます。 720p に変えます。3時間27分、約1時間ちょいぐらい伸びました。そしたら録画します。 720pで1分ごとにファイルが変わっていくので長さは一緒なんですよ、一つのファイルが。で解像度を今変えているので通常だとサイズが変わってくると思うんですよね。まあそこがどう変化するのかっていうのをちょっとお見せいたします。まあ変化しないんだけどね。はい、そしたらこれが今撮ってきたドライブレコーダーのファイルですね。1と2があって、1が前側で2が後ろ側のカメラの映像になります。一番前側見ていきます。ファイルが6個あります。これは 1296p、 1080p、 720p 3回撮って1分ちょい撮ってたので、このような形で6個に分かれています。どれもサイズは 132MB ですね。1番を開きます。 1296p ですね。でこれの詳細を見ます。解像度 1280×720 の 16:9、 なんか 720p なんですよ。 1296p なのにね。でデータ容量が 132MB になります。で続いて3番がおそらく 1080p ですね。
はい、解像度 1280×720720p ですね。16:9データ容量が 132MB720p1080p なのにね。続いて5番 720p ですね。で詳細見ます。解像度 1280×720720p ですね。でデータ容量 132MB 変わらないと。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は Amazon でドライブレコーダー本体の売れ筋ランキングナンバーワンのものを実際に買って取り付けてどんな感じなのかっていうのを見てみました。で実際にね取り付けてみた感じ、まずあの取り付け器具っていうのかな、これなんですが、これがねまあほんとデカすぎる。何タイプかね入ってたら嬉しいなってすごい思います。今回ティーダに取り付けたんですが、ティーダだと規定の範囲外までドライブレコーダーが下の方にダラーンとこう出てきちゃうので取り付けができないということで DIY で作ってなんとか取り付けてっていう、まあ面倒くささがあるね。だからもう相当ガラス面が大きい車じゃないと取り付けは難しいです。なんとか取り付け具を作るか、ドライブレコーダーブラケットみたいな感じで Amazon 調べると両面テープで付けられるやつとかが出てくるので、その辺を買うか。でまあそうなった時に丸い球体みたいのがくっつくんですが、サイズが合ってるかどうかとかまあいろいろ確認しないといけないので、まあちょっと面倒だなっていう感じはあります。ナンバーワンの理由は本当価格だと思います。もちろんねないよりかはいいけどって感じ。前方のねカメラはねすごいクリアで良かったですけど、夜ちょっと弱いっていうのと、あとフル HD っていう記載があったのになぜか HD、 設定を変えても HD、 あれ何なんだろうね。そこのねショックも結構大きかったんです。後ろのカメラの画質が悪いっていうよりかはね詐欺じゃんっていうね感じ。まあ前も後ろも夜になるとライトで白飛びしちゃう。で露出補正もいろいろ試してみたんですよ本当夜に、けどしっかり映る文字が見えるとかそういうところまでもいかなかった。もう本当もう真っ白な状態でした。だからまあ価格ですね、価格プラスないよりかはいいかなっていう感じ。僕はちょっとねあんま満足いくものではなかったなといった感じです。まあ6000円安いって言ってもねそれなりにするので、もうちょっと性能が良ければなって感じですね。でまあそこで売れ筋ランキング2位のドライブレコーダーを購入しました。コムテックですね、有名なメーカーのドライブレコーダーで売れ筋ランキング2位。ちょっと近々取り付けてみて今回のものとどんな差があるのか、リアカメラとかも 480p であの画質、まああんなもんなのかもしれない、今の技術的にわからないんだけども、前につけてるカメラで後ろ向けられるやつね、あのズーム型のやつ、あの辺の方がまだ全然ナンバープレート読み取れたし、あと気になることって何ですかね。僕的には使用温度とかはまあまあ気になります。ヒーターとかでも暑い環境を作ってどこまで動作が続くかっていうのはちょっとやってみたいなっていうのは一つありますね。あとはまあやっぱナンバーが読み取れるかどうかっていうのはまあ一番重要かなと僕は思います。ドライブレコーダーはまあこのご時世も本当必須になってきているので、まあ、もっといろんなのを試して何が一番いいのかっていうのを見つけていきたいなと思っております。はい、まあとりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。